問題なく登れるだろう。急がないと上様の攻撃が始まる。音を立てるな。突入する。6ヶ月もこの調子か。一体いつも水のように動け。水のように動け。突入する。はっ。出した方が良さそうだ。上から攻撃だ。みんな集まれ。音を立てるな。すぐに幕府軍の攻撃が始まる。心してかかれ。突入する。静かに。うまくくぐり抜けるか、それとも暗殺するか。俺のことは見なかったことにしろ。さあ行け。門が閉められた。壁は登るには高すぎる。迂回しよう。音を立てるな。俺が敵の気をそらす。今のはなんだ。水のように動け。こっちに閉められた。気をそらさない。撃たれるなよ。刃が出る。家来たちは死んだ。拙者も一歩間違えば同じ道をたどるだろう。いただくと上様のため、うん、終わった。そうだったな。上様のために死に立ち向かえ。急ぐぞ。信じるのは良くないぞ。この大砲使えるかもしれぬ。酒に飲まれよ。大将。終わった。容易ではないな。よかろう。お供しよう。そいつはありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだが。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿。そいつはありがたいが一人でやるよ。何を言う。一人なら困難でも二人ならなんとかなる。そうだろ。一人でも大丈夫なんだが。まあ好きにすればいい。だが静かに頼む。わかった。伊賀の隼人殿。お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さない。侍や旅家の中に隠す。忍びに襲わる日が来るなんてな。見つかるな。迅速に動け。素早く。早速戦闘か。危なく俺が弟。風切り。戦だ。わかった。伊賀の隼人殿。お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さない。わかった。伊賀の隼人殿。お主のやり方に従おう。目立つところに死体を残さないようにな。侍や樽家の中に隠す。忍びに襲わる日が来るなんてな。
大砲に注意して。ギリギリだぞ。ここに増員を送ろう。向かっているぞ。うっ素早く。俺が音を立てる。くぞ。あの音は風切り。良い戦略。うっ、忍びに教わる日が来るなんてな。急がねば。我らの出番だ。ここに増員を送ろう。そうだ。うわっ、大砲に注意しろ。なんとこれが弟。立ちくっ、名誉のために。手裏剣術、せよ。戦だ。それがいただく。死に立ち向かえ。はい、まだ。多山一殺。ギリギリだぞ。これ以上進まない。素晴らしい技だ、隼人殿。お主の藩がもうないとは惜しいことだ。そうだね。あんたも思った以上にやるじゃない。ん、お主の不可思議な動きもなかなかどうして素晴らしいものだ。いいだろう。あれも入れるな。人生用事が手に入れた。向かっているぞ。撃たれる気をそらさない。手裏剣を使う。せっ、やっせよ。刀が血を欲しがって。計画通りにしろ。いいだろう。この名をしかと覚えておけ。直ちに我らは。これが必要だ。勝利を収めるであろう。ここだ。我慢できんだろう。危なかったな。素早く。真っただ中だ。誉れある戦だ。刀を使わねば。直ちにそこに向かう。行くぞ。我が意はできん。上様に捧げようぞ。見つかるな。拙者には届かんぞ。無駄にする時間などない。栄光が待っておる。門につけ。さっさと行くぞ。我らの出番だ。お前は銃を使っていろ。戦争などどこでも同じだ。網笠をかぶった見張りが見える。奴らに酒は通用しない。職務を全うする奴だ。承知した。ここだ。俺が音を立てる。そうだ。何か聞こえたような。風邪か。なんでもないな。なんてことはない。我が名は気を取らさない。大城無限。名誉の死ならばそれもまたよし。じゃあいかん。
敗は許されない。ここは危険だ。王子が来るの。この名をしかと覚えておけ。アゼキリ。終わった。わしの銃に狂いはない。それじゃあ次の俳句でも読もうかの。やいば一撃。刀が血を欲しがっている。戦わせておけ。我らはくじけはせん。見回りがあちこち。おお、二人は樽のところに着いたようじゃ。どっちが運ぶんじゃ。早所、拙者が運ぼう。援護は頼み申した。ああ任せな。危なかった。ギリギリだぞ。剣術。迅速に動かねば。足のために。無駄だぞ。うん、1、2、3、一冊、まだいかんでもいいじゃろ。よく見えとる。よし、敵はあちこち鋭角通り。急ぐぞ。人通りが多い。俺がいただく。上々じゃ。ほら、やるじゃねえか、じいさん。ひょうきんな御仁ではあるが、我が兵に使としてお迎えしたこともある。兵の誰とて稚児のような扱いだった。こちら側についてくれて、ここで半分といったところかな。うん、見事なバニー。ヤグラモンの上に樽を置く程度、彼なら朝道前じゃろ。うっ、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 うっ